皆さんこんばんは。前回と前々回の配信がシビライゼーションとマスターデュエルだったんで、ちょっとスレヘドスパイアがなんだかんだ1週間近く空いてしまったという。しかももう少しで並走会だから、ディフェクトもちゃんと練習しとかないといけないのに、なんかあんまりやってないのがちょっとやばい。でも今日はサイレント。私2時間くらいしか使えない時間が。また超高パート来たらどうしよう。現在 HP とコモンレリックどっち取るか。なかなか難しい選択だな。まあ、ショップルートは安全メリエリート踏めるけど、1回しかエリート踏めなくて、で他のルートだとエリート確定か。エリートはちょっと無、このルートは多分さすがに厳しい。となると、このルートは、でもなんか、毒が、赤に抵抗できるカードを来なかったら、なんかそれこそ死んじゃうからな。赤に勝てるカード来なかったら、もうなかなかこっち行くしかないな。となると、ま、多分エリートルート踏むことも考えなきゃいけないから、最初からこっち決め打ちだったら、もうなんかぬるめでエアレリックもらえばいいのかな。休憩1エリート、ルートがな、コモンレリックじゃないとちょっと通れるかどうかっていうのが分からなくなっちゃうな。エアレリック取るんだったらなんかこっちの方がいいかもしんない。って考えたらやっぱ困るかな。間 HP とかだったらまあ言ってた、エアリルク言ってた気がするけど。さあ、大体12とか15なんだけど、殴り続けるから。でも13に助かったな。こいつが脱力ストライクで一撃で倒せるから。免疫でケアしたのに12ダメージかよ。結局12、7点食らってんだが、免疫の自己ケアせっかくしたのに。
ポジション2つ落ちた。そうだよな。リサリサさん、こんばんは。実勢的にあれだよな、ベロリンが。こんなアタック2枚じゃちょっとラガは抜けないな。これ100くらい持って一応ショップには行ける。ラガ行こうと思えば行こうって、今ラガブーリンでは多分突破しようと思えば突破できるけど、ソプターと込みでポーション2個吐かされてこの後ちょっと苦しいかなって気もする。あー、ネオロボラトで常にリリック1個もらってるから、まあエリート1戦だけでもまあいいかなって気もするし、やっぱりしっかり2体分で倒しに行った方がいい気もする。この後のドロップ率が悪いからな。でもここでエリート倒していけば、それからまあトップでまあ肛門くらいは変えるかもしんないっていうのがでかいか。ちょっと無謀な気もするけどな、こっちのルート。あ、はい、ストライク2枚。フリーはいらん。微妙なアタックしか来なかったか。帯膝はマジでいい思い出ない。ハミダレはまあ、先手ちょっと強くなるかなって感じだけど、爆発ポーションで代用効く気がする。これはまあ、ちょっとラガブーリに強いかなくらいか。まあ、やっぱそのちょっとが大事なんだよ。あんまりいいカードではないけど、これも相当いい悪いカードだからな、このホーム2枚も。クレカ。こうみたいな形したな。12、15、18、ここを使えば許してはくれるかな。これここで窒息拾い上げれば3ダメージくる。3ダメージこれ15、18、ストライク一発じゃ倒せないけど、6残るのかな。だからそれで爆発で詰めればいいの。はい、まあ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 、
一刀で拾い上げた時の強さっていうのも評価ポイントだな。この窒息ピック、あんまりその時は気づいてなかったけど、これアクロまで変える、変えるな。火炎砲も、火炎砲エリート対策に欲しいかな。ポーションドロップ率今 30% とかでしょ。ポートは多分必要、中超えるのにも。あと84で何するか、ちょうど買えないか。黒と火炎っぽかな。あと何気に多いのか。もうなんか5種類くらい、まあスニーキー拾ってたら、もしくは腹先とかでも拾ったらとってもいいかなくらいか。なんだ、無力化が一番なんか無難そう。コードとか窒息のシナジー考えたら研磨とかかな。47、41、37。一旦止めとくか、エナジー余ってるけど。消されます。じゃあ食らってんのか。今やるけど、タクシも拾っていいのかこれ。作詞拾うと一番やばいボスグレはまあ一応超えてるし、黒梅はちょっとあれかな、奥に沈んだ時が弱すぎるかな。今早い気もするけど、黒梅取ってみよう。おっと、これロート結構うまく刺さってるね。ただ1体しか倒せない。2体までいける。いける、引けるかどうか分かんないからね。手元に作詞あればまあ黒使ってもよかったんだけど、せめてなんかハヤブサダガーとか研磨引いてればなんかフルブロック取れそうなもんだったけど、引きに行った方が強いかな。どうだろう、ヤジー全部使って2体倒したか。無難かな。
これ拾うね。レインバフ。倒せる。中に倒せるか。なんか作詞やと今日やけに出るな。まだと火力にかけるから作詞より、作詞あんま拾う。でも作詞拾った方が強いかな。ちょっと拾ってみるか。ボタン大きいんじゃんこいつ。爆砲できればちょっとガーディアの事故考えたらギッときたいな。2枚引きは効いてないな。火力足りなさそうだなこれ。あと使うことになりそう。損失、このくらいの損失ならまあまあまあ。ガーディアンの対策自体があんまないから足払い入れとくか。フリップのがいいかな、この内容だったら。でも割合に絶対強そうなのは足払い。巻いたビックルどこまでいけるかな。ストライクしかねえ。20ダメージ15ダメージ食らってんだけど、そことかアタック濃いのがちょっと良くないな。
危ねえ。恐怖とか恐怖、ちょっと調子乗りすぎたな。これターン防御ゼロとかだったらどうする。あ、ストライク防御しか引かねえし、なんで70って。あ、負けくせえ。作詞プラス、まだ作詞プラスがあるっけ。 あ、なほぼ負けだったのに、なんかトップでめっちゃいいカード引いてなんとかなった。やばすぎるからな。ジョーカー取ってる場合じゃなくて、集団戦とかで、まあでも何でもなんか毒とか積んで、まあちょっとでもスケールした方がいいかな。これなんか本人ボコボコにされて負けるデッキだから、体感でなんとか戦えるようにするっていうルートもある。ただ火力やっぱり相変わらずないから、アクト2ボスには多分負ける。でもバックアップでもなんか同じ似たようなもんだけどな。結局火力どれ選んでも結局よくねえから、で火力出すにはなんかこの辺のストライク防御10枚もあるストライク防御全部消さなきゃいけないから相当つらいな。何選んだと。
落としたもの。ああ、おとなしくガーディアンに負けてればこんなこと考えずに済んだんだけどな。今やったら終了か、えっかもう。やばい、ゴミが3つある。ちょっと待って、これゴミ3つじゃん。どうすんだよ、これ。エリックなし。いや、それはない。多分もうこれやばいじゃん、もうほぼ。飛んだら速度は知るし、かといってこれもやったら圧縮できなくなるし、でも多分作詞とかアクロとか生かす形だから、消しに行けないと、消し、ストライクとかどんどん消さないと、それ行き詰まるかな。まあエクトはなんかファクト2入ってすぐは影響ないんだけど、金がなくなるから削除もできない、リリックも買えないで、そこは結構辛いんで。これはオーニソッターが死ぬっていうのがやばくて、プラス、なんか道中のエリートとかが、事故ったらもうどうしようもなくなる。エクとかあったらなんかポーションも縛られるような、まあでも道中で疲労ポーションはともかく。ショップでも買えなくなるし、そっちの方が辛いかな、最終形的には。どれ選んでももう辛いわ、もう。久々にシティ道中で死ぬかも、つってもなんか前、割と早い段階で。一回あれか、リロード、選ばれしリロードしたのあるけど、それ以外は基本的に道中、ボスで死んでるからな、サイエン。泥棒には怯えなくてよくなったけど、これだけなんか敵が、エリート前に敵おると、厳しいなぁ。これはちゃんとドローで、しっかりいいの引くしかない。厳しいと思う。このショップ行くかだよな、あと。このルートは、境界リート絡まないと多分ほぼ2台枯れないし、厳しいかな、こっちか。3休憩一応使えるからな、こっちだったら。ただ敵4体と戦わなきゃいけないから、最初どこ行っても辛いもん。あ、でもこっち外に切り替えることもできるのか。じゃあこっからだな。
んなら選ばれしも辛いからな。はあ、僕やってるわこの手札。握手のダメなところが出まくってる。辛い。もうおしろか。運だけでシティ回ってるわこれ。運だけしかない。多分どんどん選ばれしに弱いカードピックしまくってるから、この先もさらに辛い。作詞ある程度圧縮見込めてないと弱いね。アーティファクト上がれたけど、この後アーティファクト付与できるカードがない。我の火炎符がラブラブラちゃん待てる。はい、そっか。あーでも圧縮ができんな。てかノーポーションで思想図って相当やべえだろう、よく考えたら。1枚しかない。剣舞のために取るのもな。こういう時に限ってもうなんかビャーベー選ばれしばっか出てくんだけど、終わってんだろこのゲーム。選ばれしにすっげえ弱いからな、このデッキ。本当にびっくりするくらい弱いからな。なのに選ばれしがピンポイントで出まくってくるからガチで辛い。辛いなんてレベルじゃない。多分こういう地点でもうシティでどの敵出ても辛いからな、こんなことになってる地点で。もう
完全にもう全部がもう、全部が最悪、全部のイベントが悪いわ。ワンでろくなデッキ組めてないのが悪い、一番悪いんだけど、もっとも。最初の選択だよね、大事なの。いや、なんだかね。ビライゼーションでも同じなんだけど、ここで結構ぬるい選択してるとやっぱり負ける。中途半端になんか、アクロいっぱいあるからって、まあ取れるわけじゃなくて、隠しとか、本当なんだろう。デッキ圧縮してからじゃないと、やっぱり効能発揮すれ。しかも何回入れるたびに、どんどんデッキを詰まってってるから、こういうの入れてもなんか、弱いだけっていう。ああ、余計なもん押し付けられたせいでもう、消さなきゃいけないでしょ。まあでも、なんとか生きて、たどり着いてってところかな。いや、でもこれ、これもう負けかも。はこれでパスしてこの後だな。天前がちょっとだけ強かった瞬間、あれ弱体溶けじゃないけど、あれかなんか毒で死んだから、毒で死んだから、あれか、その分。毒で死んだから、実質3ターンの持続になってたのか。生きてるけど、あいつ。いや、これ、本当に生きてるだけだわ。3回目、いつから倒せる、こいつ倒せるかな。マジ100ヒットポイント高すぎるんだよ本当で。絶対ミスってるこいつ、70とか80くらいでちょうどいいくらいでしょ。さすがに100近くは壊れてる。あーでもこれプラ7にしかない、28と20だからせいぜい50くらいしか削れないんだよね、これあっても。あと強心者の鬼に対する打点もないし、引くしかないか。ピッチストライクしかもうないから、
ろくなことになんないもん。昆虫とか初めて見た気がする。ああ、もう弱すぎるから、もうこれかける、これにかけるしかないな、もう。バックパック。敵全然強くなってね、もうむしろ弱く。ああ。選ばれし、スフィア、選ばれし、選ばれし、誰？ヤドカリ、選ばれしか。いや、ミスティック挟まってたな。選ばれし、スフィア、ビアード選ばれし、ミスティック、ヤドパラ、待って、順番違うな。これ、選ばれし、スフィアまでは知っても覚えてんだけど、で、その次が選ばれしビアードで、その次がセンチュリアミスティックだっけ？で、その次が、その次が選ばれし狂信者で、で、ヤドパラで選ばれし、ビアードか。苦しめられてんだけど、投資するしかないな、もう。倒さないとまずくて、あー黒引くか、あー黒トップだったか。苦しいな、もう。生きてはいるか。いや死んでる。いやあれか、ビアードに当てればいいのか。いや、まだ生きてる。生きてるけどダメだ、このターン殴れなかったの、きつい。それで勝つ。生きてるけどさ、生きてるだけなんだよ今。こんなん休憩しても無理だろ、にしても無理だわ。世界最、今までアクト2のボスまで来てサイレンだから一番弱いわこれ。
無理無理無理って勝てねえ。こんな微妙に砂漠火力もないし、相手のなんかでかい攻撃砂漠手段もねえし、エナジーはそこそこあるけど、中身のギミックは全然大したことないから、この時点でほぼ勝負決まってる。勝利しきれなかったから、この視点でもう、あ、約やっぱ最初だな。最初いやー、うねさんとかなんか実力めきめき上げて、視聴者なんか30人くらいつくくらいになってんのに、もうなんか自分はなんか2021年あたりからなんか全然成長してねえから完全にもうダメだわ、完全にもうなんか人に抜かされるためにいるようなもんだよ。うん、いわゆる踏み台ですね、スレスパ界の。まあ最初バカみたいなピックしてると、なんかアクト2辛くなって、まあ結局死ぬっていう。でもな、これ選ばれし者がめっちゃ出るシードっつーと、なんかただ単純に普通になんか全部が辛いシードって言えば良さそう。なんかネタバレ選ばれしが出まくりますってネタバレすると、多分それに合わせた対策しちゃえば楽勝だから。最初の買い物で、ロートは間違ってないと思うけどな。ロートは作詞2枚積みはアホだったな。まあ1枚は、ここはどうなんだろう、沈みくらいはまあいいかな。他隣が良ければ他はいいかなって感じするけど、でもアタック結構広、この時点でだいぶ拾ってたからな。分かったの、なんかボスグレ戦までだな。ここは頭明らかに恐怖の方が良かった。これあるならなんかガーディアンとかでもポジション、まあある程度温存できたかもしれないし。でもどうだろう、足払いでいいのかな。でも火力のことが問題だから、なってたからな、むしろ。お、うん、フットワークもありか。こうするぐらい超えたし、ここフットワーク買って、まあ、ガーディアンの攻撃しのキルとかでもよかったか。オート買わずに、まあ、クロスニーキーにするとか。フットワーク買うとかでも、あ、でもアクトワンだと安くてちょっと強い砂時計みたいな感じで働くから、セントリー以外にはアクトワン道中なら。ちょっとスライムボスとかになると話変わってくるけど、
ああ、決して悪い選択ではないと思うけど。あれってか、あんこも衣装一切出てないやと。いろいろひどいな。ぜひとも共有しないと。で、余ったからでいいと思ったけど。あ、でもなんかそこそこ面白そう。面白そうだな、やってみるか。無理ではな、2000点くらいが相場っていうか、めっちゃ2000点とか余裕でいってるから、うん、それ超えられるかわかんねえよ。配信切ってあれだな、なんかアーカイブに残したくないから、デイリーは。切る、いや、でも切ってもいい。まあ、デイリー、まあ、デイリーやったってことを残せばいいか。余ったからデイリーやって終わります。あ、でもこのアカウントじゃねえな。このアカウントでやるべきだな。2人でやっていいのかな。お？エリートはまあ、うん、でもどうだろう、見えてるエリートとハテナからのエリートどっちが偉いかな。でもエリート2体ルートでも3回踏めるし、ここでエリートゼロってことないでしょ多分。4回ハテナ4回か。だからエリートルート取ったからどこかな。あれだな、張ってしまよかったな。隠すべきだったな。食えねえ。貼られてる手で食えねえんだけど。あ、でもここでグダっても別にここはに影響ねえし、あ、いらないカード消すか。なんだ、アタック使いそうだから、あ、ジャガーノートか、消すなら。2体食いたいな。でも、うん、あ、でもそんなこだわなくてもいいか。 HP 最終的に30上がってればいいから、このゲームは。ならまあ、ポーション大ダメいけるかなこれ。あ、こいつならいけそうだ。
ありて。使えそうで使えないな。これ使うと、ああ昇進だけになるのちょっと不安だな。ちょうどいい感じだ。ああ消滅、あ見張り堕落も欲しい。欲しいな。このエナの重さからする。でもドローも欲しいな。いやこっちか。3体か。入りアテナ3月はいや、なんかルート混じってたかって。するからな。待って、これ食えなくね。あ、助かった。ケトル？すら難しそうだな。あーでも欲しいわ。昇進アップグレすればなんかちょうど食べられそうだから、食べつつなんかこの辺消化して、うまいこと回りそうだけど、いや馬力で身固めた方がいいかな。いやでも次のターンが不透明なの。あれ次のターンはこいつこれでいけんのか。あー堕落バリッケーで甘いとく。は多分逃すことになるから食えないのはもう仕方ない釣る必要もないけどな。メールくらい入れていいか。あ、エリート出てきた。出てきたけど、馬力が引けてないな。ここで馬力引きたいけど引けない。
が与えられる。昇進するとちょっとあれ反動がきついから、あれなんかリミットブレイクしまくって100ダメージ以上与えたいな。一応残虐とシノジーあるけど、はい、どうかな。ほぼ捕食しなくてよかった。そう、進めることを重視しましょう。これで最大 HP80 以上なんでも必要ないっすね。ちょっと行く？ここエスキップでかな。ここもできるが、エレニーもいるか。コストゲンが一番無難かな。それか、まあ、そう、ブロック総量増やせる。どうか。一つ、ここはポーション全部吐くつもりでいくか。バリって。ちょっと欲しいな。これ次のターン。悪魔早く通して。アップグレされてるバリケードか。
削除イベント狙って、他もありだな。弱いバリケット。最大 HP に変えよう。あれ、イベントで最大 HP 減らす羽目になった時に対処しやすくなるし。こっちでいっか。エリート2体からハテナいっぱいルートあるな。ハテナ大量に踏めるルートあるんで、そこ通って大量にエリート狩りましょう。最大 HP 減るイベントのこと考えると、一応食べといた方がいいんですか、増えるなら。強いな。動き拾ってもな、薬が本当にいいからな。よかった、どうですかね。こうね、ダブルタップの中身が弱いな。来る？これ。六掛け三忘れて耐えられる。これ供物にしなきゃダメか。あー、でも次のガードが弱えな。
まった。攻撃が欲しい。フェイバーズ、あ、ダブルタップする。エタスから引きしたね。スラッカー、焚き火の方がいいかな。でもまあまあなんか火力として使っていけそうな感じするんで、ただアップグレできないのかちょっと。ボリスラ、あ、でもタービー微妙に足りないな。でも100ダメージ くらいは拾っていいかな。本当に死ぬやつじゃんこれ。前に2ターン目、2ターン目にこれ破裂仕掛けてる時点で優しすぎる。出ないかエリート。しっかりこれでケンス、あれだね、ヴィンテージで通常報酬の代わりにレリックもらえるようになってんで、その影響っすね。行きたいけどな。とかないか。何それ。でね、なんかアクト2なんか手痩せて変なことしてくるから、ほんとなんか油断できねえわ。ああお前じゃねえよ。やばい、脳天消しちゃった。すげえバフしてくんな。
静寂前にこれ入れられたのはまあ幸いだな。これ一本でいけんのか。調整できるカードがね、捕食する必要もないけど、これでオーバーキルも達成かな。パーティー良さそう。実はそこまで枯れてないんだよ。アテナの数的になんかこっち行った方がいいのかな。でもエリート引けなかったら結構打撃でかいんだよ。完全してエリート出なかったからだかな。フルトップ出ず、あ、でももう一回引くチャンスはあるか。引けないね。引けないけど倒せそうだ。本当に？でもどうでもいいやつばっかだ。出てか。卵3種揃ったぞ。ずっとついてるけど絶対いらねえわ。エリート構図となると、うーん、ここの2戦でエリートアテナ踏んだ方がミステリーサークルも達成できていいかもしれない。なんかカウントできるからスローとかも達成したいんで、ポヨないと厳しいかな。ここで開ける。誰こうする。ドヌデカだったらなんかドヌデカの時に開けてもいいかもな。ない限りやっぱ厳しいよな。
とかあるけど基本的に関係ないですね。でもこれは普通に攻め込めなかった。相手にトゲアローが普通にご様子だけです。ちょっと待って、お前は誰？何から入る？リミベル使いましたよな。でもこれ倒すなら倒す必要あるのか分かんねえけど、いや殴れねえじゃん。およ欲しい。食えねえ。結局食えなかった。昇進昇進引けない。待ってやべ、出なかったら普通に損なんだけど。出てくれた。よかったよかった。レッドか。
大召喚が主催だ。遅延やめろ、まあ遅延やめろ、まあ45分には間に合うからいいけど、30削り切る上で痛いな。今度は倒せたけど捕食はやっぱりできねえ。しても変わんねえよ。いっぱいなしある。これ何使うかな。もう一回使ってもいいな。よく残す必要なかった。大丈夫。大丈夫か。いくらい乗ってんだ。474。まあでもない。いろいろスコアは乗っかりまくってるけど、さっきスコアいくつっつったっけ。474。でもあるとすれば、なんか呪い抱えるとかぐらいしかないもんな。
ット入りだからあれ記録されてねえし、まあいいや。というわけで今日はこれで終わりにしましょう。明日木曜にまた一回できるといいな。次にちょうどディフェクトだから、まあちゃんと練習しときましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。それではごきげんよう。